ヘロニモルジはアルゼンチンブエノスアイレス州ラプラタ出身のサッカー選手。元アルゼンチン代表、ビジャレアル CF 所属。ポジションはゴールキーパー。アルゼンチンのエストリアンテスでラプラタのユースチームでキャリアをスタートさせ、2011年にトップチーム昇格した。2014年7月24日、ウルグアイのデポルティボマルドなどに移籍し、 スペインのレアルソシエダにレンタル移籍した。2016年7月19日、移籍金400万ポンドでマンチェスターシティへ移籍した。2016から17シーズン前半はレアルソシエダへローンバックされ、2017年1月にレアルソシエダへ完全移籍で復帰した。2020年9月4日、ビジャレアル CF と4年契約を締結したことが発表された。 しかしチームには元スペイン代表のベテランセルヒオアセンホが健在。自身の出場はカップ戦に限られた。2020から21シーズンのヨーロッパリーグ決勝のマンチェスターユナイテッド戦では延長 PK 戦でダビド・デ・ヘアのキックをストップクラブに初のヨーロッパの舞台でのタイトルをもたらした。2021から22シーズンは UEFA スーパーカップのチェルシー戦こそは控え、スタートとなるもリーグ開幕戦は、アセンホに代わって、先発に抜擢。以降もレギュラーの座をつかみせ GK として、活躍している。2015年3月20日、アルゼンチン A 代表に初招集された。代表選出場はこれまでなく、2017年9月以降は、代表から遠ざかっている。ありがとうございます。